僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキとことは軍平でございます。ちょっと前に、ちょっと話題になったんですけど、はい、統計データで、世界で最もポルノ化されたメディア作品とキャラ、うん、トップ100っていうのを知ってます、うん、ほう。絵の消費とされてるキャラクターを、海外が統計出したっていうデータを、をまあ見ていこうという。はい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 。そういえばこれやってなかったっていう感じなんですけど。うん。そう、ちゃんと紐づいて、紐解いていこうというね。はい。感じですね。これがなんで話題になったかというと、世界で最もポルノ化された作品、はい、キャラクターで、うん、上位がほぼ日本の作品らしくて。へ、はい、うん。世界のワールドワイドのデータなんですが、はい、日本が独占してるっていう。その日本が独占してるのはこのポルノキャラクターか、うん、駅の乗客数。確かにね、電車の国でもあるわな。そうそうそう。1位から10位まで、東京が示して、うん、日本のやつかなと思ったら世界のデータが出するっていうですね。ちょっとそれを見ていきましょうって言ったんですね。で、世界で最もポルノ化されたキャラトップ100。はいはい、1位が、ティファ。わかります？ファイナルファンタジーのティファですね。はいはいはい。確かに僕もしこりましたけど、1位とは思わなかったな。ちょっと前ですよね。そうそうそう。ファイナルファンタジーの中でも。セブンだ。そのアバランチ、懐かしい。うん。エアリスとかよりティファなんですね。ティファは、グリムゾン先生とかでだいぶ見ましたけど。ああ、確かに。そのイメージだ。うん、そうだよね。見たよね。よーく見たらもうしこらせ。る形にはなってるというか、その造形どういうこと？その、いや、それセクシー。服というか、そのタンクトップみたいな服で、ね、へそ出せてみたいな。そうね、上だけのタンクトップ。すごい、こんな、確かにこれは、不可避だよっていう、しこり、不可避だよっていう、8時だよぐらいの感じの、不可避だよ、不可避。25。うん。ちょっと、また、ファイナルファンタジーが、だいぶ海外の人にも受ける見た目してるのかな？ああ、かもしんないですね。ね。ひょっとしたら。まあ、セブンはやっぱすごい作品ですから。ああ、ゲームね。一番すごい作品ですから、まあ、人気もあるしって、そういうのもあるでしょうね。すごい。ティファ1位はマジで意外だな。確かにね、日本の一般の知名度だったらね、他の漫画のキャラクターとかの方が。そう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 。そうね。世界的にはティファが、最も、下世話な雑誌風に言うと、男たちの精子を絞るとか。キャラクターいやいや。あるよ、たまにね。リメイクでまた人気がブワッと伸びた。そうだよね。うん。あいや、FF7 がリメイクするときは、スクエニがね、大変なときって言われて、頭がついになったかっていう、ね、感じでしたよね。2位がトワイライトスパークル。マイリトルポーニーですね。これは普通に馬ですね。ああこれは、ちっちゃい馬。そうそうそう。これはアメリカのやつですけども、はい、赤高知県の後輩の九太郎くんってやつが、まあ、馬でしこる時代ですわ。みたいな。ああ覚えてるな。ああいた。かわいいんですよ、この馬。うん。しこいなーっていう。いたわ、そんなこと言ってるやつ。そうそうそう、九太郎くんっていうね。はい。まだ出てないやつ、この僕らそうね、初だ。初言及だ、九太郎。そうそうそう。が、まあ、馬娘なんて、ね、時代全くない。うん。シンプルに馬でしこるんです、僕は。うん。で、まあ、狂人扱いをされていたんですが、やっぱ世界的にもだいぶ、ポルノ化されているんですね。そうね、2位に来るってすごいな。相当だね。ね、人間型じゃないのに。そして3位が、はい。ポケモンからルカリオ。へえーと思って。ああ。ルカリオは、ね、男の子っぽいけどね。だから、その、竿役ってことなのかな。あと、まあ、その、ルカリオは、それこそ、マリオネットブラザーズ井上さんも言ってましたけど、ちょっとまあ、短パン少年みたいな感じもあるんで、そういうショタ感というか、ああ、なるほどね。もあるのかもしれないですね。ルカリオ、こんな海外の人好きなんだっていう感じだね。4位が、ルージュ・ザ・バット。ソニックからですね、登場ですね。僕知らないんですけど、ルージュ・ザ・バット。こういう、ああ、見たことあるかも。あれテイルスじゃねえんだ。テイルスが一番可愛いよね。いや、可愛いけど、テイルスが一番可愛いよ。うん、ちょっと少年っぽいやつね。テイルスは男の子なんだよね。知らんないよ、テイルス。確かに、ルージュ・ザ・バット。そうね、確かに昔のアメリカっぽいというか、なんだっけ、ベティ・ザ・ブープ。
ブックスピードの。はい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 。ぽい絵柄でもあるし。本当だね、本当だ。うん、厚化粧ネキという感じですか。うん。夜のね、ナイトクラブっぽい。確かにな。感じもあって。え、テイルスは？テイルス、かわいいよ、見てくれよ。わあ、かわいい。テイルス。男の子だもんな。テイルスはどうだ？入ってないのか。テイルス29位だわ。はんはんはん。あれ、でも高い方じゃない？まあ、トップ100で言えば。うん。そう、世界的にはってことだね。うん。そっか、で、ソニック自体が、まあまあ、世界的だから。そう。うん。で、その後がですね、5位がサーナイト。来ましたね、やっぱ、ポケモン界のナンバーワン、レディ、うん。そうね、一番人気だ。ね、まあ、そういうシンボル、セックスシンボルとか。まあ、可愛いもんな。こういうポケモンを性的に見るぜ、みたいな。はい。のって、世界的に全然あるんだっていう。なんか嬉しさがあるよね。そうね、そういう文化、日本のピクシブだけじゃないんだっていうね。ね、嬉しいよね。うん。それ、レナモン6位が、はい。これデジモンですね。ああ、黄色いキャラクターやっぱ、わかるのかな。黄色ってね、うん、中国だとエッチな色みたいなじゃないですか。ああ、そっか。日本でいうピンクみたいなのが。ね。黄色なんだよね。ね、あ、キツネなんだね。うん。テイルスと一緒。うん。そして7位が、ピーチ姫。ああ、その1位でも良さそうなぐらいの。まあ、知名度としてはそうだけど。うん。で、私、ピーチ姫でしこったことありますかって話ですよ。ああ。確かに、うん、まあ、聞いたことない。俺はあるけど。あるのに言ってたの。いや、あるけど多くはない、うん、やっぱり。ああ、うん。ピーチ姫でしこることは。よほど他のでしこり合ってた時に、まあ、うん、ピーチ姫そういえばやってなかったな、っていうとか、うんうん、まあ、スマブラとかで、うん、スタートボタン止めて、うん、その下から見たらパンツっぽいのが見えるかな、はいはい、でやってみ、その日の夜はみたいなのはありました、ね。イラストね、結構、可愛くされたりとかね。あ、それもありますね。うん。人間性が見えてこないからな、ピーチ姫って。全然どんな人かわかんない。確かにね。やべえみたいなさ。うん。王女様なのにあんなことをして、わかんないんだよ、ピーチ姫は。どういう人なのか。確かに。そうね、親とかも出てこないから。わかるしね。あれ、でもまあ、スーパーマリオの映画ではだいぶ、うん、強い女性みたいな感じだったしね。そうですね。うん。ルイージを助けに行く側でしたね。そうね。どちら、その、映画の、ピーチ姫とかもあるのかもしれない。はい、ちょっと公開時期がちょっと微妙に近いんで。うん、ああ。アンケートの時期はちょっとわかんないですけど。そうか、その影響かもしれない。どちらね、うん、映画のピーチ姫は可愛かったですからね。うん。そして、8位がですね、うん、渦巻きナルト。おぉ、ナルト？へぇー。ですね。で、9位が、ひなたです。ああ。ナルトです。え、ここカップルでずーっとこうあるってこと？そう。ちぎで多いってこと？そっか、セットで出てくるカラーってことなのかな？ひなたが好きなんだ、じゃあ、世界の人は。ああ。この、かな。そっか、さくらちゃんじゃないんだね。そうね。うんうんうん。で、さくらは、まあ、次行くと、11位がさくらですね。ああ。っていう感じですよね。確かに、ナルト、ね、日本の漫画の中でかなり世界的人気高い方ですね。やっぱ忍者が受けて。そうね。うん、でも、そっか、ナルトなんだ。でも、女性キャラより、ナルトの方が多い。そうだね。どっちの相手もしてるから、ナルトになる。どっちの相手もしてる。ああ、そう、桜ともやっ、桜とナルト。ああ、そうだ。桜とナルト。うん。ナルトいいなぁ。そうだよね。洗顔なんつってね。うん、あ、気持ちいいなっつって。違う違う。そのバイブ感覚でやっていいやつ。で、あと10位がエミー・ローズ・ソニックの、うん。テイルスじゃないですね。うん、まあ、じゃあエミー・ローズは可愛い。エミー・ローズよりルーズ・ジャバットが上なのがやっぱ海外って感じするな。ああ。日本だとやっぱエミー・ローズの方がだいぶ、うん、だいぶシコリティ高くない？幼馴染っぽいな。確かにね。かわいいな。ソニック、いいね。そしてソニックは14位。ああ。ソニック・ザ・ヘッジホーグ。そっか、ソニック本人も入ってくる。うん。で、さっきのナルトシステムだったらソニックが上に行っていいはずなのに。うん。その、まあ、ソニックは14位っていうことは、多分ま、ソニックじゃないやつが。うん。まあ、ルーズ・ザ・バットとかとエッチしてるんだろうね。ああ、そうね、うん。女の子二人の方が上。決まってないんで、そういうカップルみたいな。やっぱ、うん。日向と、ね。は、ナルトみたいなあるけど。うん。確かにストーリー上あるから。そして、ちょっと、あと気になるのはですね、13位、サムス・アラン。サムスですね。おー！サムス。
サムス知ってます？サムスの性別というか。性別、あ、サムス女性ですよね。あ、そうかそうかですね。うんうん、あれで、最近は、ゼロスーツサバトさんって言いますけども。うん、そうだ、金髪のね、ポニーテール。そう、これこそやっぱり僕、スーパーメトロイド信者でもあるので、スーファミですごいおもろいゲームがあるんですよ。うん、いわゆるサムスの決定版みたいなで、負けたら、サムスのスーツがバーンって破れるんですけど、はい、もう、中の女性がほぼあらわな体でバーンって出てくるんですよ。へぇー。そうそうそう。おーおーおーってなって、これをみんなしこったことがある。うん、うん。じゃあ負けたのに、くさーってならずに、おーおー。そうそうそう、全然。それもすごいと思う。ちょっと、これ見よう。ちょっともう、ひとさく見よう。そうそう、あの時の写真。あ、これ。うん。ほら、もう、ほら、裸の、おー。出てくるんじゃ。これはびっくりしましたね。うん、うん。確かに、結構ゼロスーツサムスよりも露出多いしな。もちろんもちろん。もちろんなのか分かんないけど。まあ、これか、これがこういう感じで。あ、歴代。やる新集ってのがこれありますんで、ちょっとね、保存しておきましょう。ゼロスーツサムスは僕も相当可愛いと思うな。いい。うん。その、色味もいいし、水色の服と合ってるのもあるし、うん、そうね、金髪、ロングをポニーテールしてる感じ。はいはいはい、はい。うん。で、まあまあ、ボディもダイナマイトでありますし、うん、スマブラだとなんかさ、ビヨヨンみたいな、ムチみたいなのでしょ。ああ、ムチね、出るね。全部いやらしいんだよね。サムスって。あと、まあ気になるところで来ますと、17映画、チュンリーですね、ストリートファイターの。あの中国の。やったの。ああ、そうね、喜ぶとこが。チュンリーやっぱエロいですよね、足技とかね。チュンリーの足技ってやっぱエドモンド・ホンダの頃、ほーほーすごい。張り手。うん。エドモンド・ホンダがチュンリーにやっぱっていうのとかあるよね。そして、19がゼルダ姫。うん、20位がリンクという。ああ、うん、まあ、これはでももう海外人気もあるし、うん、納得だし、うん。もうこれもでも連続ってことはゼルダとリンクがこう。そうね、セットが多いんだろうね。うん。チンクとかいないのかな。そうか、たまにリンクじゃなくて、実はチンクだった。楽そうですね。24位がナミ、ワンピースナミ。ああ、ここに入ってくるんだ。うん。とかね。うん、ピカチュウ。おー。31位。ピカチュウが31位。まあ、黄色いものがやっぱ人気なのかな。34位が、人造人間18号。18号少ないな。そうか、確かにね、ドラゴンボールなんてね、世界的大人気で。そうだよね。ドラゴンボールが確か少なかったね。41位がクッパ。お、クッパ。クッパね。まあ、その、サオ役。ああ。時代のサオ役でチンポにトゲも生えてそうだし。なんかその、祈祷でもあるし、その、クッパ姫とかもあったし、ああ、そっか。クッパとも言えるし。いや、そういう日本人の感覚、感覚でもないけど。ね、スーパーマリオの映画でさ、クッパがルイージをさ、こう指でこう、やってやるシーンがさ、完全にクッパのチンポがルイージをブンってやってる、顔をやってるみたいに見えたっていう、流行りましたよ。あ、そんな意見があったんだな。ネット上にたくさんあったの。もう全然全然。え、もうそもそもしか見えないはずだよ。そうでしょ？え？それ知らないなんておかしいよ。確かに。いや、そのシーンはあったのは覚えてるけど。そうね。こう、ルイージ捕まえて、うん、ちょっと痛ぶってね、クッパが。クッパ、ルイージ、チンポ。ほら。見てこれ。いや、ごめん、クッパ、チンポがよ、やってるみたいじゃねえかよ。まあまあまあ。言われればだけど、最初に言い出さないな、これ。言い出した人すごいけど。うん、いいよ。ルイージがね、確かに、こう、拒否してる感じに見えるけど。で、インクリングがいてる。あ、初音ミクもいる。あ、静江さん。ああ、日本のキャラ多いね。うん。こうなってるといろいろ。あ、かすみがいたりとか。うん。EV。リザードン。リザードン。ポケモンのヒロイン系もちょこちょこいるんでね。ほんとだね。アルカとメイ。アスカラングレーいて。100位がウィンディーだ。あとポケモンまんべんなくいるね。ほんとだね。まあ、このポケモンがまんべんなくいるもそらそうで。うん。この、はい、今のキャラ。うん。ね、ポルノ化されたキャラ。うん。のトップ100でしたけども。はい。ポルノ化された作品。うん。のトップ100も一応公開されていて、はい、その1位がもう、うん、ダントツでポケモン。あ、ダントツじゃん。うん。これすごいよって。うん。そうね、2倍以上の差をつけて。そう、僕らの昔エロいポケモンランキングみたいなね、うん、ファンさんが算出してきたものを出してきたことがありますけども、う
まあ、そりゃ、うん。もう、豊かな世界だったわけだっていう。こんだけの多様性があるわけだからな。うん。で、まあ、2位、マイトルポニー。ああ、2位に来るんだ。うん、3位が東宝。おお、うん、まあ、そりゃそうかっていう、二次創作で言えば。東宝も、まあ、膨大にありますから。うん。確かに。東宝でしかしこってない時期あったな、俺も。すごいよね。うん、4位がナルト、5位がソニックとか、うん、ね、6位 FF とかで、フェイト。あ、フェイト、へぇ、うん。DC ってこれ？あ、DC コミック、まあ、ハーレークイーンとかか。あ、なるほど。ね、ワンダーウーマンとかも。はい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 。あ、バットマンも前ね、高かったしね、なんかデータで見たら。あ、そうだ、懐かしい、うん、月刊天下が出してる。うん。ちょっと、しこる時のおかずになるキャラクターは、うん、バットマン高くて笑ったもんね、俺たちね。繋がってきた。世界の政治上に政治してるのは私が。東方さんやっぱ相当すごいな。うん、作品群。海外も人気なのかな。東方としては事情が全く入って通ってない。そうですね、全く。そうかそうかそうか。僕前ね、明らかにレミリアっぽいキャラクターをフランって言って、うん、こいつ何も分かってないって言われたけど。そう、あれは本当に、そのレミリアだ、レミリアって言いたかったけど、うん、出なくて、なんか、パッと抜けて、ちょうど近い、まあ、妹がいるんです、妹の、うん、って言ってなんとかなったんですけど、うん、いや、なんか止めればよかったと思いましたね。悔しい。あれでにわかってるような悔しい。うん、まあ、ファイナルファンタジーとか、まあ、ほぼ日本の作品がありますね。うん、あ、ファイアーエンブレムね。おお、リンとか好きだったな。スーパーマリオとか、うん、ドラゴンボールとかね。うん、いろいろ作品群としていろいろある。ね、あ、ヒロアカも入ってるんだな。うん、ヒロアカも入ってる。スターウォーズも。ああ。100に入って、まあ面白い。お、軽音が。え？ 95 位で入ってる。ええー。うおぉ。すごいな、軽音。あ、ガルパン。ユイ死んじゃったか。あ、ごめんね。エロ当時でしょ、それ。ユイ死んじゃったか。お、こんなの絶対ダメだぞ。うん、こんなバンド絶対売れない。お。そうね、みんながチリチリになって。太ったよね、太ったみ、うん、こんなのダメだぞ。ちょっとね。堕落してんだよな、死んだ。ったかゆいは天才だけど、薬使ってて死んじゃって。あ、それを追っかけてるね、あずさ。うん。あずさ。アイテムとかになるけど、おしっこ漏らすにゃん。なんでおしっこ漏らしちゃったりして。それでもなんとか上に行けなくて。でも、そのあずさは、うん、憧れてるゆい先輩みたいに なれなかったけど、うん、アイドルとしても大成しなかったけど、うん、音楽のレコード屋さんに勤めて、うん、で、その彼女が進めるレコードは、うん、本当に素晴らしいものを進めてくれる、うん。確かに、彼女はその夢は叶わなかったかもしれないけども、そんな人が進めてくれるものは素晴らしい。違う違う違う。それ原作じゃないんだよ。なんだ。小坪先生の、大好きなんですよ、あれ。本当に好きでね。キルラキル入ってんの、すごいな。本当だね。うん。まあ、確かにね、だいぶ露出も多いし。海外も人気なのかね。うん。まあ、いろんなコメントでソニックがトップ3じゃないなんて、とかね。おぉ、そういう時代もあったんだろうね。うん。うん、ソニックがナンバーワンじゃないなんてめっちゃ多いな。へぇ、まあ、ポケモンがやっぱ、膨大にいるからな、うん、やっぱ。そうですね、数が多いし。1000匹いるんだから。そりゃそうだ。ワンピースは、ナミが一番高いんだな。ほんとだね。まあでも、そりゃそうか、うん。うん。結構あれでしたね。なんかワンピースの前世界キャラ人気投票みたいなのやった時、うん、海外は割と、キャロット。ね、人気ですね。あの、ウサギの。はい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 。いや、これなんかもっと堂々としころうと思ったな。これ見てマジで。なんでしこったっていいじゃんって。うん、本当思いますわ。よくこんなデータ取ってくれたと思う。うん。こんな多様性をね、そのものみたいなやつ出してくれて本当に嬉しい。うん。うん。本当に僕らの時とか、うん、ティファとかですらちょっとしこりづらいみたいな感じじゃなかった、なんか。その、なんか、俺らの時大変だったよって言ってくる OB みたいな。いいな、こういうのあってさ。でもしこりで今のやつはいいよね、今。このランキングはおかしい。この人がもっと上じゃないと。うん、僕のランキングだと、この子が1位かな。いいよ。ございましたらコメント欄にお待ちしております。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。